エピフォンのギターエピフォンカジのニューヨークエピフォン時代のエレクトリックギターエピフォンはギブソン社参加のギターブランドである。電気ギターにおけるトーンコントロールの初採用、初のダブルネック弦楽器やトラスロット、トーン、エクスプレッサー、電子チューナー、ボリュームペダルなど多くの革新的な機能や機器を開発した。1941年にはレスポールが エピフォンの工場でソリッドギターの試作品の開発を開始。彼が製作したソリッドギターとして有名なログは彼がエピフォンギターのパーツを多用し完成させたものである。1957年、ギブソン社に買収された。現在はギブソン社のギターやベースギターの廉価版を主に製造販売している。また、買収以前から続く。 エピフォン独自のモデルもある。同社のブランドは以下の通り。口述のように長い間エピフォンの製造は OEM であったが、ギブソン社は中国のチンタオに自社工場を設立し、エピフォンブランド製品の一部の自社製造も開始した。ヘッドやピックガードにエピフォンの頭文字を表す、E の文字が付けられており、ヘッドはプリント、ピックガードはインレイ、または 立体エンブレム仕様となっている。ロゴの書体は現在では、親会社のギブソン社に似たものとなっているが、以前のロゴもカジノなど一部機種で存在する。トルコのイズミル出身のギリシャ人、アナスタシオス・スタトポーロがニューヨークに工房を開いたのが始まり。当初はバイオリニア・リュートを制作していたが、20世紀初頭からマンドリンの制作を開始し、アナスタシオスは時期を 同じくして息子であるエパミノンダスを事業に参加させる。その後、ジャズの流行に伴って、バンジョー制作が盛んになると、自らもミュージシャンであったエパミノンダスはその知識を活かし、テナーバンジョー等の制作を開始、成功を収めた。バンジョーの設計に関する米国特許も取得した。1928年、社名がエピフォンとなる。これは、 エパミノンダスの愛称であるエピとギリシャ語で音の意味の語、本を組み合わせたもの。この頃からギター制作を開始、レコーディングシリーズ、マスタービルドシリーズ等を発表した。1945年、エパミノンダスは病に倒れ、同年の6月6日に死去。その後、エピフォンは労働葬儀や他社による買収、工場の移転などを経て、 レスポールの震源により1957年にギブソン社に買収される。買収後、エピフォンのギターはギブソン社のカラマズー工場で生産された。1970年代、エピフォンの生産拠点は日本に移される。1982年頃、アジア諸国での生産も開始。1986年にヘンリー・ジャスコビッツ、デーブ・ベリーマンによりギブソン社が買収され、 エピフォンは、オリジナル製品だけでなく、キブソン製品の廉価版の販売ブランドとしての、役割をも担うこととなる。2006年12月末日、日本国内の輸入総代理店であった、山野楽器と、米国ギブソン社との輸入代理店契約が終了。現在は、米ギブソン社直属の日本法人、キブソンギターコーポレーションジャパンが、日本向けにモデルを供給している。 ギブソン ES-330 のブランド違いのギブソン工場製作機種であり、ビートルズのポール・マッカートニー、ジョン・デノン、ジョージ・ハリスンが使用したカジノが有名。デビュー当時のキース・リチャーズやポール・ウェラー、また、BB ・キングやオーティス・ラッシュといったブルースマンも使用している。ポール・マッカートニーはアコースティックギター、テキさんもイエスタデーの作曲。 録音やステージなどで使用している。日本では、片平里奈も、敵さんその他を使用しており、エピフォン公認アーティストにもなっている。ゆずの北川久人も使用している。ありがとうございます。